突破侍のオガメンです。本日はですね、実際に韓国から日本に留学している方に来てもらったんですけれども、ウジョンさんです。ウジョンです。ジュノさんです。久しぶりです。ちなみになんですけど、日本に来てどれくらいですか？来月が1年になります。来月で1年、どれくらいですか？来月が1年4ヶ月になります。来月で1年と4ヶ月、はい、ってことはもう日本語はもう喋れますね。頑張ってます。はい。僕が今日聞きたかったのは、実際にまあ日本で生活してみて不思議だったことや、ちょっと驚いたこと、びっくりしたことなどちょっと聞いてみたいんですけども、なんかありますか？ありますよね。何にびっくりしました？僕はなんか韓国ってあまりパチンコとかないんですよね。カモンドならパチンコ、カジノがあるけど、大体に日本は普通になんか店にあるとき、駅の近くとか、どこにでもあって、どこでもあるから、なんかそれがちょっと、確か、韓国にはもう本当にゼロですか、パチンコは？パチンコはないです。一つもない。一つもないですよ。じゃあ、なんかそういう、ここ行きたかったらカジノ。カジノ、カジノしかないです。まあ、韓国の人もカジノはできる。カモンランド、カモンランドは。っていう場所だけできるけど、他はもう外国の人だけ。そうです。なんかホテルの1階とか、なんかカジノがあるんじゃないですか。はい。ここは外国人だけ。あ、そうなんだ。韓国人はなんか入ることができないんだ。なんかじゃあ、ジュノさんありますか？コンビニ。ああ、コンビニはどういう？韓国のコンビニとはちょっと違いますよね、感じが。袋とかを、袋ね、物を買ったら、はいはい、冷たいものと温かいものと別々で、別々にしますしね。それもびっくりしたし、弁当、レンジで、レンジでチンもしてくれるし、はい、ああ、そっかそっか。韓国ではもうそういうのは、韓国では全部セルフです、自分が。じゃあもう温めたかったら自分でレンジ行って、コンビニの中でレンジがあって、それを自分が。なるほどなるほど。袋とかは？袋は1円ぐらい、なんかお金払うんですよね。1円ぐらい。日本のコンビニはトイレもありますよね。あ、トイレもあります。そっか、韓国はトイレないんだ。ないです。あ、絶対ない。あ、それはなんかそのビル、あー、その中の食べ物はあるけど、それに お客さんが入る トイレはないです。あ、そうなんだ。コンビニの中に。他はありますか？僕が日本に来る前になんかドラマとか、日本のドラマとか映画結構見たんですよ。なんかその中でホストの人たちが出るんじゃないですか。その人たちのなんか髪のスタイルとか服とか、それはテレビでしか見たことないから、見たことないけど、なんか日本に来てマジでそういう感じの人、実際にこんな人いるんだみたいな、はい、でそれを見て、あ、ちょっとびっくりしたとか。確かに珍しい感じ。ハイドラプンタスクすごいすごいっすよね。なんかすごいとんがらせて、パイナップル、パイナップルみたいに化粧もなんかめちゃくちゃ濃いし、うん、韓国にはホストみたいなのはもうないんだ。もう夜の世界や、なんかそういう仕事はあるけど、それが実はブルポ、うん、あ、ちょっと違法なんだ、やっちゃいけないんだ。でもああやってスタイルとかするんですか？違う、全然こんな感じです。全然違う。あ、もうカジュアルでちょっとこういう綺麗な感じで、もっともっと綺麗い感じとかかっこいい感じで、手術とか。日本はだいたい夜の人はああいう髪になります。そういう髪と、なんか手術とか、あとなんかすごい細いジーンズ履いて、スキニーみたいな、尖った靴履いてみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そっか、それは不思議か。確かに新宿と歌舞伎町とか行ったらみんないるもんね、あそこに。あ、そこで見たことあります。なんかありますか、他に。じゃあジュノ君は、さっき映画の話をやったから、ここはアニメの話を。あ、アニメで例えば僕が見たのは君の名はとか。あ、いいっすね。あ、いいっすね。だから渋谷といろんな場所がありますよね。あ、そっか、映画で出る、あ、アニメで出るその渋谷とか街、日本の街が、はい、それをなんか変説で見て、あ、本当一緒、現実に見ても、あ、こんな映画で見たと一緒みたいな、はい、それがちょっと聞くんですね。それ結構言いますよね。なんかそれをなんか、アニメとか好きな人がそれを見て日本に旅行来て、損じすんね。あ、損じすんね。なんか、アニメで出た場所を探して行く、そこだけ行くの、旅行があります。あ、聖地巡礼。あ、それ一緒。あ、そういうこともあるんだ。それやったんです、僕。あー、君の名は。君の名はちなみにどこ行きました？あー、場所の名前はちょっと忘れたけど、その、あの階段、君の名は、階段に行って写真撮ったり。あ、本当に？はい。で、韓国のアニメだとそういうのは、韓国はあんまりアニメがない。映画だったら、映画はもう、映画だったら、そういう場所だった、うん、でもアニメであれだけはないです。再現するっていうのは確かに。他はなんか、なんか例えばじゃあ僕が聞きたいのは、はい、日本の交通
手段とか、例えば、バスとか電車とかタクシーとかだと、なんかどうやってびっくりしたこととかありますか？なんか僕はまだバスを見たことがない。バスに一番大きなやつがサービス、あーサービス、ね、新設のそれサービス、タクシーとか。タクシーとかどうですか？タクシーの違い。それ自動、自動ドア、それびっくりした。あ、後ろの中で、はい、あれすごいっすよね。僕逆に韓国に行って、ドアどうやって開けるのみたいな。ああ自分で自分でなんか日本のタクシーは自動で自動で開けてくるから、すごいびっくりした。それを日本人が韓国に旅行を来た時に、それちょっと間違えます。降りる時にドアを閉めなきゃいけないのに、まあ、日本だったら自動だから勝手に閉まるけど、まあ、日本人はもう閉めずに行っちゃうっていう。ホンデでよく見たんです、そういう人たち。ああ、日本の閉めずに降りる時にドアを閉めずに。ああ、なるほどね。ちなみにバスだと韓国は早くて乗れないし、あ、例えば僕が6004のバスに乗りたい、うんうん、6004多分次来るなと思って待ってて、そしたらバーってなんかちょっと向こうここまで来ないで向こうの方へ止まって、あ、それ乗りますって時にもう行っちゃってみたいなそれまあその時もありますよね。あと実際乗ってみても降りる時がすごい大変。日本だともうちゃんと止まってくれる、お客さんも待ってくれる、うん、でも韓国の人はもう一つ前のところでまずカードを捨て待ってなきゃいけない、降りるのピーってそうそうそう。でも日本はちゃんと止まってから立たなきゃいけないから、そのなんか全然違って、まあそれは文化が、文化と性格の、まあ確かに韓国は早い文化だから、何も早くやってください。バリ僕も今タクシーとか日本でよく使って、韓国に戻ったら韓国のタクシーとか怖いです、うん、あーそっか、早すぎて確かにそれですよね。今は日本に住んでいるから。ちなみにあの交通費、キョトン日、交通費とかは日本の方が高いですよね。そうです、高く感じる。交通費は韓国はちょっと安い感じがあるけど、じゃあ交通費はやっぱり高い。他でなんかそのお金ちょっと高いなって思うのとかあります？ヨーロ服も高い、日本は、はい、あ、服も高いんだ。ブランドが多いですよね。韓国だったらなんかボゼっていうの、ブランドがない服が多いです、うん、本当に。あ、そうなんだ。からこういうカーディガンとかも1000円に入るし、あ、ノーブランドだからあまり高くないんだ。日本は何でもブランドがあるからちょっと高い。基本的に5000円以上かな。あ、日本は確かにそうですね。ちなみにあれはどうですか、ご飯食べたりとかするときは居酒屋行ったり、食の食堂、食堂、まあ、レストランみたいなとこ行ったりとかするときに感じることとか、うん、それは一人で、うん、あー、そっかそれがちょっと珍しい。ちょっと寂しい感じもあるし、なんか友達がいないかなと思うから、他の人から。でも逆に家で一人でよく飲みます。おー、ビールとか。トンスルっていう、あ、一人ホンジャースル、ホンジャースルって一人で酒飲むこと。アプリで食べ物を頼んで一人で酒を飲んで、うん、映画見たりアニメ見たりドラマ見たり。なんか僕の勝手なイメージで韓国はモッパンっていうのがすごい有名だから、なんかそれを見ながら飲む、ご飯食べたり。あ、すごいですよね。僕もなんか韓国で一人で住んでる時、その YouTube のモッパンを見て一人で酒飲んだこともあるし、あとまあタバコとかね、日本だと店だから吸えるけど、韓国はもうどこでも吸えないからね。今はです、建物な。それはもう居酒屋とかじゃなくても、もうどの建物でももう絶対吸えない。吸うときはどうすればいいんですか？で、居酒屋の中にそういうブースがあります。あ、ちゃんとタバコを吸える場所があるんだ。はい。そこにある。飛び込み種類が。喫煙室があって。なんかありますか？他なんかありますか？日本人はコスプレやる人が多いから、日本に来てその人たちを見て、わあ、なんか恥ずかしくないかなと思って。あ、でもあれがもう文化だから、日本の、はいはい、あれをして写真撮る人もいるし、うん、あれでお金を稼いでる人もいるから。そうですね、すごいもう文化で。韓国だったらそれ特別な日だけですよ。まあ、ハロウィンとかの日とか、アヌジョルっていう、あ、4月1日そういう日に、実は学生じゃないけど、あー、なるほど、映画とか、遊園地みたいな感じ。なんかそこの場所行って、なんか制服着て、割引とかなんだ。あー、そうなんだ。安くなる文人コスプレとか、うん、あ、そうなんだ。それをやっていったら、なんかその金額の半分とか何パーセント割引が出る、着ること。でも日本だったら普通に秋葉原とか。あ、そうです、それっぽいです、秋葉原。あとメイドカフェとか。あ、メイドカフェマジでびっくりしました実際になんか友達が旅行来た時、友達が行ってみたいって言って二人でいたけど、はい、我慢できなかったです。なんか美味しくない。もえもえ系。恥ずかしい。
かしい、それお客さんお客さんって言うんじゃないですか、基本的に極人様って言って、あ、ご主人様、ご主人様、住院人で、はいはいはい、それがちょっと恥ずかしくって。でもあれはコンセプトだから、はいはい、ああいう、まあ、わかるけど、なんか確かに実際に、え、なんか韓国でそういうなんか、あ、そういうとこないんですか、メイドとか、なんかそういう面白いなんか、僕はこっちは見たことないです。何ないんだ、コスプレカフェはないですよね、うん、じゃああんまりそういうとこ行かないのかな、韓国の方は。ムチルもありますよ。あー、そういう、気になっちゃうんだ、視線っていうか、他の周りの目が気になっちゃうから。コスプレだったらもうオカマも、あー、そっかそっかそっか、日本ってもうそれも文化ですからね、ゲイとかオカマって言葉がある、おねえとか。一応それを見た時、コスプレだと思ったんです。あ、そう、わざとそうやってやってる男の子が女の子のコスプレをしてる、コスプレを知ってる人、うん、だったけど、実はそれじゃないですよ。実際本当に心、見た目を出すんだけど、中は女の子。韓国はそれ、そういう文化だと厳しいだから、自分からそれはあんまり言わない。僕は男が好きですとか、あんまり言わないんだ。もう日本って結構ストレートに言うから、それはもうびっくりするから、その人たちも恥ずかしいかな。もうなんか何かを言われるから、朝とか昼には外に出ないし、夜だけってことも夜の仕事やってるし、ヌンチがすごい気にするのかね、やっぱり。面白いですね、そう考えると。なんかでも楽しいですか、日本の生活、まあ、何が楽しいですか、韓国と比べて。韓国に戻りたいと思います、帰りたいなって。もう半分半分です。なんか住みやすいのは日本だけど。あ、それなんで、それなんで住みやすい。まあ大体にサービスが親切だし、みんな度胸なら車がなくてもどこでも行くのができるし、それが楽で、韓国より給料も高いし。あー、時給、まあ、確かに。韓国ってどれぐらいなんですか。100円ぐらいですよね、今1時間に。そんな違うんだ、はい、今だともう1000円とか。でも物価が日本よりもこの方がちょっと安いから。日本は高いですからね、物価が。一人暮らしも大変だし。それが一番大変ですよね。ということで、韓国に帰りたい理由は。あ、僕はまだ韓国に帰りたいとか思ってないとことか。おー、日本の方が楽しい。まだ楽しい。なんかいろいろ不思議だし。そうです。なんか電車乗っててもさ、楽しくないですか。あ、みんな日本人だみたいな。あー、まあそれもあるんですよ。それではありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。いろいろ聞けて楽しかったです。本当にこちらこそ。もっと楽しかったです。なんかまたコンテンツがあったら出てほしいなと思うんですけども。もちろんです。呼ばれたら嬉しい感じで。本当ですか。嬉しいですか。嬉しいです。嬉しいですありがとうございます。それでは次の動画までバイバイ。バイバイ。チャンネル登録と高評価よろしくね。ワンチャンチュア。アンニョン。감사합니다。完全좋아。안녕。날아간다。